仕込み12022年登校、昔海上自衛隊にいました。同期1人と直属の上官の3層が自殺をしました。そしてもう1人の同期が艦隊勤務中にパワハラを受けて精神を壊されて在退中に帰宅療養。精神病院に入院させられ、胃がん退職しました。未だに心の傷を負って社会復帰もままならずに精神科に通院しています。自衛隊は憧れだけで入隊はしてほしくないし、どうしても国のために働きたいなら覚悟を持って入隊してほしい。 お疲れ様でですすす社畜ジャパンです今日は海上自衛隊の口口ココミミを紹介します口コミ2 2023年登校、現役の海事単位、航空部隊勤務、年収としては、帰った年だと年収200万半ば、2年目で300万円くらいとなります。20年くらいまでいくと、海藻で500万後半から600万というところです。完全勤務はドル船にもよりますが、ここから30%程度増えるようになります。 幹部では階級や幹部になった年数で異なりますが、20年、勤務手当なしで900万円くらいでした。口コミ3、パワハラで部下を自殺未遂に追い込む、海上自衛隊左官を懲戒処分、海上自衛隊がいじめ国家者を懲戒処分、補給官で自殺、パワハラの疑い、海上自衛隊が事故調査委員会を設置。口コミ4、2019年投稿、海上自衛隊での自殺の原因の半数は不当借罪でした。 要するに借金です。消費者金融での借金ですね。さらにその原因はストレスのたまる社会です。お金の使い方の荒さから来る飲む、打つ、買うが海上自衛隊3種の神器みたいなことを言われていました。口コミ5。林用防衛省ホームページ、令和元年度自衛隊員の自殺者数の更新について。海上自衛隊は毎年10人から15名程度亡くなられておられます。一番多い年だと平成25年度で16名の隊員が亡くなられています。口コミ6。 2022年投稿。海上自衛隊は公開中、真水を節約するため、基本的に洗濯機は使えない。支給品の作業服や単価は、点検に備えて整備後は使わず、私物を買うために出費がかさむ。なお、売店は高い。幹部になると仕事量が増えて、なかなか船から出られず、さらに転勤も増える。それだけならいいが、一部の船では幹部の仕事が終わらないと、創始も外出できない空気感があった。なお、機種の周りは娯楽がほとんどない。口コミ7。2022年投稿。 幹部から君の職種ってブスワクでしょとか言われた。部屋に酔っ払った階層が来て胸を触られたこともあった。すごく怖かった。出世した女性幹部の同期の男性が同じ船に乗っていて、あいつは袋をかぶせたらやれるとか笑って言っていた。自分もいつかこう言われるのかだと思うと本当につらくなった。一般社会の感覚とはかけ離れているし、自衛隊のせっかラ・パワハラの感覚は間違っている。口コミ82022年投稿。船の中ではせっかラ・パワハラがかなりあった。 部下からは、やらせてって言ったら、やらせてくれそうですよね、とかよく言われた。言われるたびに怒っていたけど、言われるのは私の態度にも原因があるのかなと思うようにもなってしまった。女性部下にキスなどのセクハラ、海上自衛隊、男性3等海藻ら2人を処分。女性隊員にセクハラとパワハラ、海上自衛隊2位の男性停職処分。海上自衛隊20代隊員を懲戒免職、女性隊員に繰り返しセクハラ。 散々パワハラなどで自殺が出てもだんまりだったくせに、せっかラ一つで星をつけた人間が会見で頭を下げる。しかも本来、高かがと言ったら言い方は悪いが、せっかラごときで懲戒免職なんてありえない。女がちょっと騒いだだけでこれかよと思った。口コミ92023年投稿、毎日些細なミスをきっかけに、1回40から50分、人格否定をメインに出席ミスの問題点や対策についての言及は一切なし。 先輩命令として10時以降も寝るなと言われ、11時から3時間寝て深夜の原文当番昼寝の禁止。1日の睡眠時間を4時間程度に制限され、意識が朦朧とした状態で勤務。出航中は6時間のワッチが終わったかと思ったら、飯の当番や掃除に消化訓練や講習。口コミ、10。 2023年投稿第1護衛隊軍の第1戦部隊での艦隊勤務を行った経験もあります。まさしく月々火水木金金の生活で、出航続きで訓練に次ぐ訓練でしたので激務が理解できます。なぜここまで追い込んだ訓練をするかといえば、実戦ではさらに厳しい戦闘場面があるからです。それに耐えられる体力、精神力を鍛練することが重要。もちろん弱い隊員もいますので考慮が必要です。ただ自衛官は普通のサラリーマンとは全く異なるので、同じ尺度で判断することはできません。 口コミ112023年投稿昔在籍していた私は鬱になった朝4時半出勤退勤22時1ヶ月に一度の土曜日の基地収益室勤務は20時間勤務で4時間加みその特別勤務手当はなんと500円招待長は3年我慢したら楽になると言っていたのに口コミ122023年投稿船に乗っていましたが任務のきつさと人間関係で病んじゃう人結構見ましたね 相談窓口もありますが、死んで楽になりたいって人間には死ぬ意味を解いても通じないのではいじめで病むにもかかわらず、上司は知らぬ存ぜぬで役に立たない。観察アンケートにも思ったことを書いても隠蔽されるし、マジックペンで塗りつぶされたところも見た。船の上は逃げ場もないし、退職までのプロセスも長く、そのため絶望し、手っ取り早く自殺する道を選ぶ。口コミ13、2019年投稿、元海上自衛隊官邸乗り込み幹部です。 出航後は状況に応じて交代頻度が変わり、当直でない間は一応は休憩という形になります。ですが、訓練が抜き打ちであり、その際は総員戦闘配置となるので、読んで字のごとく誰も休めません。また、寄港した際には上陸ができますが、必ず残留する者がおり、また寄港したら出航中に溜まった書類の山の処理。以上のような勤務状態なので、第9消化率は極めて低く、第9中ですら仕事の持ち帰り。時間外は月170時間を超えており、さらに全てび算口コミ、14。 2023年投稿、元護衛艦勤務、現在陸上部隊勤務。護衛艦勤務は人間の生活ができない。昨今ではさらに任務が増えて、年々拘束時間が長くなってきている。ピラミッドを作らされていた奴隷の方がまし今はいくらか緩和されただろうが、パワハラなんて一上茶半事でミスした瞬間に備員で殴られた。あと人間関係や魔の巣窟。派閥みたいなものがあり、開始の頃は散々振り回されていた。まあそれが理由で船を降りた。乗組手当は30%くらい出るが、命を削る値段としては安すぎる。 年間の代給などは130日程度たまるが、まず使えない。せめて1日1000円でいいから買い取れって思う。あと、地域差がひどい。承認、入校、手当。すべて中央優先。舐めているのかって思う。どうしても海上自衛隊に入隊をしたいときは、是が非でも横須賀勤務を希望すべき。口コミ15。2022年投稿。今年の4月からかわいい息子が舞鶴海上自衛隊に入隊します。親からしたら祝ってやれません。自衛隊イコールいじめ、自殺が一番先に頭に来るからです。 今、毎日が不安で仕事中も息子のことばかり考えています。息子に何かあったら私はすぐ息子を迎えに行きます。同じ日本人、いじめをして何が国を守れるのか。口コミ162022年投稿、訓練での 15km の遠芸では光沢があるゴーグルは使用禁止、その理由がゴーグルの反射目がけて突進した魚が喉に突き刺さって死亡した事故があるというもの。話を聞いたときはゾッとしました。また、開示の具体的な退職プロセスは非常に長い。台湾、班長。 分隊仙人、分隊長、幹部、副長、官長。と話す必要があり、退職届を出して、はい、おしまいではない。対番や班長がパワハラキスで相談しにくいのであれば、私のような幹部に直接話すことも手段としてはあり。口コミ、17。2023年投稿、24歳の先輩は飛び降りたし、同期たちも自殺未遂や足の指欠損、神経切断と、まあひどいことばかり。私の聞いた範囲では、自殺者は1年間で4、5人で、そのうちニュースになったのは1件だけ。 元隊員の身からすれば本当に氷山の一角だと思います。いじめや笑って人を自殺に追い込む人間が多い職場なので各種犯罪もよく起こる。後輩に無理やり金を借りようとする人間、窃盗事件もたびたび発生していた。口コミ182022年投稿、公開課で艦隊勤務だと年間休日は16日だった。出向中は21時間休憩なしで働いており、手洗濯、入浴などをしたら睡眠は1日約2時間。 一ヶ月に二日は入港で、当直時は一日も外に出ることはできずに整備作業に当たらなくてはならない。他の作業船や小隊の護衛艦勤務はまだましです。ただ、月月カースイ金は本当で夜も仕事です。海上自衛艦の平均寿命は定年後5年以内。昭和の時代の話なので今は改善されていると信じたい。口コミ202022年投稿。私も海上自衛艦でしたが、海外派遣が多くて体がボロボロになりました。 自分がいることによる指揮低下が気になりだし、酸素に上がるか、やめるか悩んでいて除隊をしました。身体的、精神的にも辛かったですけど、応援、広報で支え合ってくれた方には本当に感謝しています。今後も現役の海事の皆様には国支えをお願いします。口コミ21。これで最後です。引用言葉ジャパン。過酷な海上自衛隊に自殺者が多いことについて。 一旦後悔に出れば気が合わない人間とも一緒にいなくてはならないため、いじめにあったり、疎外感を抱いてしまう人が多い。酒やギャンブルに溺れて多重債務に陥り、自殺する者も多くいる。現役の隊員はこうコメントしています。死ねって言われたら指揮官のもと、みんなで死ななければならないとか、視野を狭くする教育をされている。だからゼロか百かになってしまう人が時々いる。 船に戻る時間に遅れるとの理由で近くにあった自転車を盗んで捕まる者もいるまた身分証をなくした酔っ払って制服を電車の網棚に置き忘れてしまっただけで自殺する隊員もいた以上が海上自衛隊の口コミでした皆さんどう思われましたかぜひコメントで感想を教えてくださいはい本日の動画いかがでしたでしょうか 今後も皆さんにお役に立てる動画を配信してまいりますので、ぜひぜひこちらをクリックしていただいてチャンネル登録をお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。では、さようなら